Welcome to Superstar Channel. ですね、はい、こちらの 90M2 に横乗りさせていただきまして、かなり面白い体験をさせていただきました。もう前の車のビタビタです。容赦ないですね。はいということで、こちらも外装もまあなかなかセントキチックで、こちらの 90M2 をご紹介していただきたいと思います。すいません、よろしくお願いします。はい、すいません、お名前の方よろしいでしょうか。はい、渡辺さんですね。はい、ではこちらですね、まあもう乗ってて、もうかなりパワー出てるなって感じはするんですけど、一応ちょっとエンジンの仕様の方だけお願いします。エンジンは 1J ノーマルで、はい、タービンが T6725G、 おー、金プロで制御してます。なるほど。大体何馬力ぐらい？大体460ぐらい、ね、おー、出てますね。おー、なるほど。では足回りの方よろしいですか。足回りはですね、車庫長がチーマスター使ってまして、ナックルはラビリンス。おお、ラビリンスですね。種類の方が3種類ぐらいあるってことなんですけど、これはブラックっていうやつを使ってまして、一番アッカーマンがないすごい切れるナックルになってます。いや、これは一番切れ角のある。おお、どのぐらい切れるかって見せてもらえますか、はい、すみません。ほぼ真横ですね、これ。すごい。かといって癖もそんなにないので、扱いやすくて、切れて。からちょっと大会とか出るようになったんですけども、もうナックルのおかげでいろいろ勝たせてもらってるから。おおかといって値段もすごくリーズナブルで、ちょっと安いので結構おすすめですね。もう逆に心配になるぐらい安いんでこれエアロの方は、はい、エアロはちょっとすみません、もらい物なのでちょっとわからないです。なるほどまあでも色かなり戦闘機チックな。そうですね、エクストレーズ純正の色になって、はいはいはい、神奈川の方のチームに入ってるので、そこで結構この色が多いですね。あ、おー、ミリタリーな雰囲気な感じですね。もう今までずっと軽量化とか何もしないで大会でどこまでいけるかって言われたんですけれども、比較的最近もうエアコン取っ払っていろいろ軽量化に目覚めちゃいました。エアコン取っ払いは本当ガチ勢ですね相当軽いですね。そうしたら結構軽くなりました。で、そしてタイヤの方はゼクノバー、スーパースポーツ RS ですね。愛用させてもらってます。メインで使ってるのはもうスーパースポーツ RS。 スーパースポーツ RS で、大会もずっとここで出させてもらいました。スパスポでも全然勝てるぐらいグリップ力があって、バランスもすごいいいですし、値段も安いですし、もう文句ないです。内装の方はまあ本当にもうどんがら仕様で、そうですね、アンダーボードを取って、あとこのエアコンのユニットとか取ってたぐらいですけれども、もう暑さは気にしないよっていう感じですね。そうですね我慢ですね大会の方は主にどのような？去年とおととしは D1 の地方戦に出てまして、おととしがシリーズで4位で、去年がシリーズ3位で、おお、ああ、上級者ですね。おお、目指すはフォーミュラ D。おお、すごい。またちょっとフォーミュラ D ですね。また出れる日があれば、またぜひとも密着取材させていただきますので。この回は今後ともまたその際はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。